手を平気な握りしめて再出発や。この間違えたところは消しゴムでちゃんと消しなさい。ごめんなさい。ここも私の話を面白そうに聞いてくれる人なんか初めてでした。自分でも忘れていたことたくさん話したように思います。